ムラサメモンガラは、モンガラカワハギカに属する、海水魚。インド太平洋に分布する。生態や死角について、よく研究されている。ハワイでは近年種、タスキモンガラと共に、ふむふむぬくぬくアプアーとも呼ばれる。最大で30センチメートルになるが、普通は、全長15センチメートル程度。第1背びれは3トゲ状、第2背びれは23から26難状。 尻びれは21から23難症。主に小、腹の砂地に生息する。餌はウニ、甲殻類、多毛類、複足類、貝い虫、星虫、藻類など。縄張りを持ち、侵入者には攻撃を加える。気が荒いが、体が小さいためどうかのゴマモン柄などより危険性は少ない。縄張りは8年以上にわたって維持されるが、メスより、 オスの方が長く維持する傾向にある。個体を除去した場合、その縄張りはすぐに別の個体に埋められる。オスの縄張りは1から5匹のメスの縄張りと重なり、他のモンガラカアハギと同じような一多再生を取ると考えられる。生涯に複数回繁殖する。産卵は明け方に行われ、砂地、産後歴、海藻などに卵塊が産み付けられる。 母魚は1214時間卵海の上に止まり、およそ30%の時間にわたって卵海に胸びれで水流を送って過ごす。また、田魚や人手などの侵入者をつついて追い払う。母魚を取り除いた実験ではほぼすべての卵が捕食されたケースもあり、この行動は生存率の増加に有効であると言える。卵はその日の夕方頃に孵化する。通常、 体外受精を行う魚類で卵を守るのはオスで、あるが、本種ではメスである。メスの縄張りは小さいため、切字や卵解の保護のためのスペースも小さい。だが、オスは複数の交尾相手を持つため、卵を守ることは、交尾機会の減少につながる。この上で、メスによる卵解の保護が、進化的に安定な戦略となったと考えられる。 炭水体細胞には413ナノメートルに急高度のピークを持つ死物質があるが、総水体細胞にはそれぞれ480ナノメートル530ナノメートルにピークを持つ2種類の死物質がある。行動研究から本種は総水体細胞の2種の死物質からの信号を区別できることが示された。そのため、 本種は人のような三色型式核を持つと考えられる。ありがとうございます。